博物館あばしり監獄は、北海道あばしり市にある博物館。明治からあばしりと深い関わりを持っている、あばしり刑務所の旧建造物を保存公開している、野外博物館。国の名称に指定されている、テント山の中原日市、あばしり国定公園のエリア内にある。1985年10月10日に公開開始となった、放射場平屋は、 刑務所の施設としては日本国内最古であり木造の行計建築としては世界最古となっている実際に刑務所の食堂として使用していた網走刑務所旧二見川岡農場食堂棟と監獄食堂では現在の網走刑務所で収容者が食べている食事のメニューを再現した体験監獄食を提供している 実際に食べた見学者からは意外に美味しいと評判。無料、有料のガイドツアーがある。1973年に、網走刑務所の改築計画が公表され、貴重な建築物が失われることを有料した。網走新聞社社主の佐藤久氏が刑務所建築物の移築保存を提唱した。これに、網走市、北海道、法務省などの関係機関も協力し、 財団法人を設立するに至った。建物の移築や復元のために9億円の資金を財団が借り入れるため、佐藤は借り入れ金の個人保障をするなどの努力があり、刑務所施設の博物館構想という試みに、金融機関も資金を貸し付けた。は、重要文化財、丸は、登録有形文化財。入場口前にある、 アバシリバンガイチシリーズ映画監督の石井照夫にまつわる、石碑、映画、アバシリバンガイチ撮影地の日、2013年7月。ありがとうございます。